上野村の諏訪山、変化に富むコースが魅力です。最初に立つ山岳展望台下谷通志村、浜平登山口を訪れたのは4月中旬。山頂まで3時間半。湯の沢の1時間の登り、沢の先で右折し塩根に取り付きますが、道は残雪の下でした。塩根への登り、初めて目にする塩根川の諏訪山、塩根から1時間下谷通志村手前ピークに取り付きます。この先がピーク頂上、頂上からの諏訪山、見上げる下谷通志村、手前ピークを下り下谷通志村に取り付きます。右に回り標高を上げる下谷通志村の登り、最後に手前ピーク、この先で岩場を登ると下谷通志村頂上です。3時間で着く下谷通志村。
山頂まで30分。すぐに岩場を加工し、暗部におります。3時間半で着く山頂。この先コースはありません。下谷通信からからの埼玉県の両神山、群馬埼玉県境長付山、北に浅間山、上野村の諏訪山、変化に富むコースと下谷通信からからの眺望が魅力です。